ワンピースフィルムレッドの映画フィナーレ特典としてえと配布されていました。えー 12枚のカードを入手することができたので紹介したいなと思います。はい。えっ、ー、と、入手方法としては、あの、映画ね、ちょっとあの平日とかもあってですね、行けなくてですね、えっ、ー、と、メルカリさんの方でちょっと、あの、転売、えー、価格でちょっと2800円ぐらいしたんですけども、どうしてもやっぱり欲しくて、えー、買って、えー、しまいまして、えっ、ー、と、先ほど届いてですね、あの、見てニヤニヤしておりました。はい。ということで、 あのー、こんな感じでちょっと12枚ポケット僕ワンピースカード、えー、買ってからですね、えっと買ってですね、えっと入れてますんでこんな感じです。はい、じゃんということで、いやーもうね、ちょうど12枚に、12枚ポケットに収まる、えー、枚数でですね、完璧の、えー、この並びですね。はい、1番はやっぱりね、歌。この ウタとシャンクスですね。で、特にウタですね。もう最高に可愛いなと思います。はい、このポーズね、皆さん映画見た方だったらね、えっ、ー、と知っているとご存知だと思うんですけども、あの負け惜しみっていうねセリフ、えウタの特徴的なセリフありますよね。そちらの3回ぐらいの映画の中で。 えっと、特徴的な歌のセリフとなっています。えー、まきおしみで検索すると、あの、しめじなんかではですね、えっ、ー、と、可愛い絵文字もついてきますんで、ぜひ皆さん、まきおしみをどんどん使っていきたいなと思っていますけども、あのそんな感じで、あの、この、もうね、このデザイン、カードデザインをね、えっ、ー、と、選ぶあたりね、最高だなと思いました。はい。いもう何回見てもね、このね、 いいっすね歌がね。で、えっ、ー、と、シャンクスですね。えっ、ー、と、映画、えー、最後ら辺でね、えっ、ー、と、出てきて、えっ、ー、と、歌を止めて、そして、覇王色の覇気をバンバン使って、キあルたちも止めてということで、あのー、漫画、えー、のね、えっ、ー、と、緑牛のとこもあったんですけども、覇王色の覇気使いまくってますっていう感じの雰囲気のシャンクスです。はい。で、ルフィ、ゾロ。ということで、もうね、このドアップがね、やっぱりね、 いいですねこのワンピースカードのドアップで、えー、このタッチでね描かれているやつをそのまま使うということでこのねたまらないですねえっ、ー、と僕ちょっとねあの集めている、えー、コレクターみたいな感じで、えー、とバトルは全然やらないですね1回1回か2回やったんですけどもやんなくてそんな感じで集めてるんでちょっとあのカードがねどれだけ強いかとかそういうのはちょっと説明できないんですけどもすいませんんですけども、えー、とただねちょっと,、えー、とせっかく手に入れたので あのー、動画として残しておきたいなと思って今撮ってますということで、チョッパーね、えー、サンジ、いやかっこいいですね、このサングラスね。はい。えー、で、ナーミーでしょ、えー、ウソップ、えー、ということで,で、下行って、ニコ・ロビン、フランキー、ブルック。はい。で、最後、ジンベエ、親分ですね。いやもうね、そしてこう引きで、えー、っと、12枚並べるとこんな感じになりますということで、ぜひね、あの、 ワンピースカード、えー、この動画を見てる方でワンピースカードを、えー、集めていて、えー、なんかね、僕もこの,このカードファイルを買うまでは、適当にね、なんかダンブルとかに、えー、ポイってやってたんですけども、あのー、バトルをガチでやってる友達に怒られまして、えっ、ー、と、ちゃんとね、保管した方がいいと、キラキラしてるカードもあるんだから、ちゃんと保管した方がいいということで、その後調べて、この、えー、12枚ポケットのね、カードに、カードファイルにたどり着いたの、ぜひね、えっ、ー、と、 カード、ワンピースカード集めてる方でね、なんかどうやって保管しようかなみたいなね、いい方法ないかなっていう方は、この12枚ポケットね、検索したら、えー、Google で検索したらいっぱい出てくると思うんで、ぜひ、えー、これ使ってみてくださいということで、カードファイルの、えー、っと紹介もしてしまいましたけども、 こんな感じで、えー、っと、一覧で並べるとこんな感じの本当にもうね、最高の眺めとなります。ということで、えー、最後だけ、えー、歌を映して終わりたいなと思います。それでは、皆さん、えー、見ていただき、ありがとうございました。バイバイ。